方によって一つになって世界が、気持ちを強く持って前に進むっていう感じで、気持ちを強く持つことを一番考えて取り組んできました。コツ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 やっぱりするタイプですね。宇佐美選手が金メダルを取られて今のお気持ちをお聞かせください。あ、やっぱ嬉しいですね。あれだけ練習しましたからね。前世から見て、ほやんとしたからね。ほやんとしたここ練習以外は練習以外はほやんとと一緒に映ってもらってもいいですか。可愛い。ミニトリピー。トリピー大好きですか。トリピー好きなんですか。好きです。今日も空港に迎えに来てくれて。え、本当ですか。トリピー。先生の方から、普段は宇佐美さんほわんとした感じと聞いたんですけれども。ちょっとまあ、全然ダメダメですね。やっぱ少しぼーっとするせいかも抜けてるって言われるんですけど、そうなんですか。でもちゃんと練習になるとだったら気を抜かずにしてるんで、メリハリをつければいいかなと思います。はい、手のポーズシュッとしたのでこれトリピー持ってですか。あ、トリピー持って持ってありがとうございます。ちょっとオフショットが取れてよって。よかったです。鳥取来てなかったら優勝できなかったので、本当に鳥取県に来て本当に良かったです。ガチガチ、トリピーガチガチ。これは大丈夫です。後で片付けていただいて。